はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カムイのフィアです。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、ということで、はい、今日は2月の19日、はい、はい、2月もう2ヶ月目ね、はい、もう19日ですよ、ね、もう終わりですよ。もうどうすんのこれ、もう、ね、ね、あと10ヶ月ってもうなんかこの実感のなさすごいね。はい、あっという間に時間が過ぎていってる感じがするんですが、はい、はい、ということで今日もですね、どんな日か、お聞きしてみましょう。よろしくお願いします。はい、あゆみのこの日何の日気になるね。はい、はい、ということで、はい、薄いですね。雨水と書いて薄い、そっちね、はい、濃い薄いの薄いちゃうもんね。薄いですね、はい、はい、なぜ薄いかというと、はい、氷とか雪が溶けて水となり、はい、雪に変わって雨が降り始めるという意味で薄いとされているそうです。はい、はい、春一番が吹く季節となっておきれて、はいはい、ウグイスの鳴き声が聞こえたり、うん、ちょっとね、春らしくなってきますよという日となっております。なるほど、はい、でもね、しかしまだまだ寒いです。寒いですね、はいはい、風などお気をつけずに、お気をつけずに、お気をつけてください。お前ほんま言い慣れない丁寧語を言おうとするからそうなんねん。そういうことです。はい、はい、そしてもう一つ、はい、はい、日浦監督が好きなものです。お、何？プロレス。お、大好きですよね。うん、大好きですよ。はい、プロレスの日です。プロレスの日、ほう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 。1954年、はい、昭和29年の2月19日に、うん、日本初のプロレスの本格的な国際試合が、うん、東京蔵前国技館で開催された日となっております。はい、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 今はね、両国なんですけどね、はいはい、昔蔵前にありましてね、はい、はい、で、蔵前で、あれですよ、力道山と力道山ですね、はい、木村さん、木村選手、はい、木村正彦とシャープ兄弟が対決しました、はい、もうこれはね、もう歴史的な試合ですね。うん、もうあの資料映像としてもいろんなところで 何回もこすられてると思いますけど、世界試合が初めて、いや、というよりね、多分ね、あの日本でプロレスの興行すること自体が、そうですね、そういうのが初めて、国際試合が東京で初めて行われた、はいはいはい、本格的な国際試合、そうそうそう、だからそれまでエキビシション的にちょっとワンマッチやるとかっていうのはあったんだけど、はい、本格的に興行として大々的にやったのが多分それが始まりで、お客さんが入ってるってことですね。それを機にして日本プロレスが設立されてっていう、でそれがあの全日本プロレスになり、新日本プロレスになり、国際プロレスができてとか、はいはいはい、そういうふうにどん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 枝分かれしていくんですよね。はい、まあ、今の、まあ、プロレス団体、まあ、新日もまだありますし、はい、でノアはもともと全日本から分かれてるしとか、なんかまあいろいろね、あのその元になってるのがその試合なんですよね。その1試合から始まってる。で、あのこれがね、あの力道山はまあ有名ですよね、プロレスのね、はいはい、であの木村正彦、うん、これね、僕の大憧れの人なんですよ。柔道王と言われてる人で、そうなんです、そうなんです。でもっと言うと、今のグレイシー柔術とかあるじゃないですか、うん、あれにもすごい影響を与えてて、グレイシー柔術の技の中に木村ロックって名前の、あの関節技があるんです。そうです、まあ羽織り固めのことなんですけどね、あのそういう、腕固めのことを木村ロックって言うんですけど、それで実はあのブラジルで木村正彦とグレイシーファミリーの今の、まあ、もう亡くなられた人なんですけど、あのおじいちゃんが試合をしたんですよ、はいはい、おじいちゃんって、まあ、当時は若かったけど、でこの2人が試合して木村正彦が勝った時の技がその木村ロックって技で、ははは、その技はあの逃げられなかったらしいんですよ。その技だけ逃げられへんかったって。でそれ以来その技をめっちゃ研究して木村ロックっていう名前をつけたっていうね、まあ、その木村正彦なんですよね、はい、でその後で実はこの力道山と木村正彦がまたあの死闘を繰り広げるっていうね、そういう、元にもなってるんですけど、はいはいはい、まあ、当時はあのテレビって言ってもね、各家庭なかったんで、街頭テレビでね、みんながあのテレビ街頭にあるあのちょっと高い目のところにあるんですけど、はいはい、そのテレビを見ながらうわーってやってたっていうのを見たことがあります。新橋西口の、ね、はい、広場に街頭テレビに2万人の人が集まったそうです。そう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 、ね、見えへん。いや、まあまあこんな、だって言うたってそんなでかないからね、多分ね、当時ね、作れるブラウン化の大きさは、ね、そうですね、ね、そんな大きくなかったと思うんだよな、ね、うん、オーロラビジョンみたいにでかいのはなかったと思うんでね、はい。2万人がそんなちっちゃいの見てたらすごい、ね、すごい、すごい、え、高橋さんそれ見てたの？生まれてないね、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、昭和29年やったら生まれてるはずない。はい、はい、っていう日です。はい、はい、じゃあ帰ります。はい、はい、はい。
プロレスね、はい、プロレスね、うん、あのもうそれさっき言うといてくれた俺あのタイガーマスク持ってきたのに最近はプロレスはどこで見れるんですか？あ、ね、新日本プロレスは夜中にもやってるし、はい、たまにテレビ大阪とかで多分あのドラゴンゲートとかはやってたりとかしますかね。最近ねテレビであんまり見かけない。そうなんですよ。で、結構ねだから専門チャンネル、格闘技専門チャンネルとかあって、はいはい、まあ、そういう CS なんかでガオラとかそういうところでもあの大きな試合とか見れたりしますけど、はあはあはあ、今実はねブシロードさんっていうあのゲームの、はい、あのメーカーさんがあるじゃないですか、はいはいはい、あのブシロードがあの実はノアとか、はいはい、あとその新日本プロレスとかの株主になってて。そうなんだ。そうなんですよ。で世界配信してて、はいはいはい、意外に世界中で見られてる。あ、日本国内ではなくて。そう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 。だからあの去年か一昨年かな IWGP US ヘビー級チャンピオンシップというのができて、アメリカ国内大会みたいなのが行われたりとか、それでアメリカの一番を決めるっていうのを、はいはい、新日本プロレスって日本の団体がやってるっていう。へー。そんなこともあのブシロードがやっちゃってるっていう。まあまあそんな感じに今プロレスさんになってますけどね、はい、と言いながら私は一切見てないんですけど今の選手ほとんど分かる、はいはいはい、もうほとんどあの世界の渡辺並みの喋りでしたけど、はい、はい、そんな感じでございます。はい、はい、まあそれは置いといて、では今日はですね、はいはい、このプレゼンありかなしかなんですけど、はい、はい、今日はゲスト来ていただいてます。来ていただいてますね。なんか、はい、あのこの間までちょっと4人で寂しいな言うててね。そうですね。ゲスト、今日久々に来てくださりまして、うん、ありがたいですね。はい、そして元旦のね、はい、あの配信の時に、はいはい、お越しいただいてました。はい、はい、大久保健也監督ね、来ていただきます。大久保健也監督よろしくお願いします。はい、はい、もう約束通り、お約束通りね、はい、はい、トマトでトマトでね、はい、ちょっとさっきあのいちごで盛り上がってたけどね、色カラーリングは一緒なんだけど中身違うよね、まあ、ほとんどいちごです。いやまあまあでも前回来た時もこのトマトで来ていただいて、はいはい、もうそのトマトで行きって言ったらほんまにトマトで来てくれたっていうね、はい、ありがとうございます。死ぬまでトマト来ます。いやたまに笑ってたまには選択して、はい、それではですね、はい、今日はあのプレゼンをね、はい、10分間していただくんですよ。はい、はい、大体あの来た人みんなね、あのよく分からずにここ来てて、はい、あの来て説明聞いて、あ、そうやったんですかみたいなことが多いんですけど、大丈夫ですか？あ、僕もそうなりました。そうやってね、設定ね。でも10分間話するっていうのは聞いてたよね。あ、それは聞いた。そうそうそう、はい、はい、ということで、お越しいただいたんですけど、今日ってなんか別に何も持ってこんで大丈夫？あ、もうフリーで。あ、フリーで、OK、了解です。わかりました。はい、で今日は、何の、プレゼンをしていただく感じなんでしょうか。はい、コスメティック DNA っていう、はい、あの素晴らしい映画があります。素晴らしい映画が、はい、それは、はい、あの2月19日に、はい、あの名古屋のシネマスコーレさんで、はい、1週間レイトショーっていうことで、はい、それの僕は監督で、はい、その映画をぜひプレゼンしたいなっていうので、はい、こちらに。はい、はい、わかりました。では、早速していただきたいんですけど、まずは判定員さんよろしくお願いします。はい、準備はよろしいですか？はい、はい、はい、じゃあいきます。それではこのプレゼンありかなしかスタート。まず自己紹介ですね。コスメティック DNA の監督と脚本と、撮影と編集と美術とその他もろもろ全部やりました。いや声でも出演してるからね。はい、ね、大久保健也です。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。僕は、はい、就職をしたことがないのでプレゼントとかしたことないんですけど、はい、頑張ります。はい、はい、コスメティック DNA の魅力を10分間語ろうと思うんですけど、はいはい、まず大きく2つあって半々で切ってやろうかなと思ってまして、はいはい、まず1つ目は、内容について語りますね、うん、はい、内容がまずその、うん、この映画を作ろうと思ったきっかけが、うん、世にはびこる女性への性暴力っていうところに目がいって、うん、はい、でそれをこうどうしても描きたいっていうか、女性だけの問題ってっていうことではなくて、うん、自分の大切な人が被害者になる可能性っていうのを考えた時に、うん、その全く他人事ではないんですよね、うん、我々男性からしても、はいはい、まあ、男性でもあの性の被害者になるっていう人はいる、うん、いるっていうか、はい、そういう事実もあるんですけど、うん、そのあまりにも多いじゃないですか、女性の方が
あの夜道を歩いてたら怖いとか、はい、我々男性は夜道を歩いてたらあんま怖くないじゃないですか。まあまあまあ、まあ、まあ強盗とかあるかもしれないですけど、はいはいはい、通り魔とか、うん、なんかこうそれで電車に乗ったら痴漢に遭うかもしれないとか、うん、飲み会で男女差しで飲んでて、うん、何かが起きた時にまあ大体女性の方が悪いなんか、うん、そんな差しで行くからみたいなことを言われるわけじゃないですか、はいはいはい、なんかそういう時に自分は全く関係ないからっていうところでシャットアウトするんじゃなくて、うん、自分のもし大切な人、自分の友達だったりとかがそうなった時に、うん、あのどう折り合いをつけていくのかみたいなところで、うん、すごくその精神的なところからスタートして社会問題として意識して脚本を掘り下げていった結果、はい、あの映画ができたっていう。いや、すごいすごかったね。だから最後までブレなかったもんね、はい、ね、一切ブレずに、あのまあまあ、 あの3人の、ね、女性が出てきて、それぞれ あのポジションがあって、それぞれにあのいろんな何ていうんですかね、あの背景があったりとかするんですけど、まあ、もちろんそれぞれがね、あの例えばその本当に性暴力被害に遭った人もいや、あの彼氏と同棲してるその彼氏があまりにもあのその自分勝手すぎてとかっていうのもありゃ、職場でパワハラに遭ってる、パワハラセクハラに遭ってるっていうのもありゃみたいな、いろんなあのシチュエーションがその三者三様にあって、はい、まあ、要はそれが代表してるっていう形になると思うんですけどね、問題をね、はい、でまあその3人が、まあ、どうなっていくかっていうところを最後までブレずに描ききってるっていうところが僕はすごいなと思いましたよね。はい、はい、そうなんですよ。だから何かこう、まあ、あの昔からじゃ、うん、あるジャンルの一つとして、うん、まあ、女性が男性に加害されて、うん、それで女性が男性を、うん、殺してちゃんちゃんっていう、はい、まあ、ジャンルとして確立されているものを、うん、今改めてこう、うん、いたずらに焼き回そうとしてるわけではなくて、うん、まあ、その見る人からある種の人はそう見えるような映画かもしれないし、うん、プロットとかあらすじだけ見るとそう見えるかもしれないんですけど、うん、僕はそんなそのただのそういうちょっと前時代的なエンターテインメントとして消費され、うん、たくないし、されるつもりはなく、うん、この映画を作ったので、はい、だからそこだけはあの声を大にして言いたいっていうのがありますね。だからあのね、ラスト、はい、あのラストが全てを物語ってると思う、はい、だからあ、まあ、これはまあもちろんあのネタバレになるから言えないんですけど、はい、どういうふうにそのラストになっていくかっていう、そのどういう社会に動いていくのかっていうのを最後見せてるんだけど、はい、まあ、そこがやっぱりその大久保さんがこの作品の中で一番、まあ、訴えたかったというか、そうなってくれという意味ではなくて、ね、はいはい、うん、そうなってくれという意味では決してないのは分かるんだけど、はい、そこを描いたっていうところが、はい、大久保さんの作家性なんやろうなと思って見させてもらったんですけどね。はいはいはい、そうなんですね。だからあのラストに関してはその僕がこう一人の人間としてああなればいいとかいうことでは全くなくて、うん、ないですよね、はい、そうなんですよね。だからそれに対してその、うん、あなた方はどう思いますかっていうその、うんうんうん、問題提起ですよね。そうなんですよ、はい、映画の中でその作家が一つの結論を出すっていう映画があんま好きじゃなくて、はいはい、それによってこうこの映画嫌いっていう人とこの映画好きっていう人で、うん、そのいろんな話して欲しいっていう、はい、なるほど、なんかそのその後で何かこう一人で消化するんじゃなくていろんなことを考えで、うん、またそこから新たな映画以外の表現でも出てくれば、うん、少しずつ社会が良くなっていくんじゃないかなっていうようなニュアンスでこの映画を作りました、うん、内容的なところに関しては。いやでもあれはもうね、あのアイデアはすごいなと思いましたよね。あのいや短絡的に考えたらそうなんだろうっていう人いるかもしれないけど、いや全然短絡的じゃなくて、はい、ものすごく緻密に計算されてるのはあの、まあ、作品見ればよくわかるんですけど、あのただその結果がその大きい方向性をつけてる作ってるから、はい、その見る人によってはあのいやそんな短絡的なっていうふうに言う人もいるかもしれないけど、僕それはそんなことはないと思いましたね、はい、あのなぜなら間々にちゃんと そこへつながっていくあの伏線がちゃんと張られてるんで、はい、もうそれがあの分かってれば全然そんな風に考えることはないだろうなと思うんですけど、ただ見た目がね、はい、すごいんですよ。とにかくもうとにかくショッキングピンクとかショッキングイエローとかなんかそういうのがビャーっと出てくるあの編集が多いので、あの多分そこに目を取られちゃう人はたくさんいるんだろうなと思うんですけど、でもそれはまた大久保さんの作家性やからね、はい、すごい僕はあの楽しんで見てましたけども、はいはい
はい、だそのそうですね、だその内容とはあのテーマ的なところとは別に2つ目として、うん、その単純に映像として、はい、なんかあの他にないものを作ろうっていうのがあって、うん、僕コスメティック DNA の中 の、 あのショッキングピンクだったりとか、はい、ガチャガチャの編集っていうのは、うん、僕がそういう映画が好き、そういう映像が好きっていうのもあるんですけど、うん、とにかくその映画館であんまり見ない映像を、うん、あの映画館で見るっていうことを僕は目指したくて、はい、何かその僕の中で映画が映画じゃなくなる瞬間っていうのが一番映画を感じる瞬間な、ね、なるほど、ほう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 、だからその映画っていうカルチャーに対して何かこう寄り添っていくとか、うん、そのままこうある種の映画みたいなものの真似事、うん、だからあの自主映画でタランティーノの真似してる人がいっぱいいるじゃないですか。ああいう人じゃなく、ああいうことじゃなくて今回もあれよね、あの、うん、中に出てくるキャラクターにタランティーノの話させるもんね、うん、あの最近だったあの庵野秀明の真似する、ああなるほどなるほど、はいはいはい、ああいうことじゃなくて、はいはいはい、何かこうこんなん映画じゃないやろっていうものを映画館で見る体験みたいなのを僕はその映画監督としてっていうか表現者としてですよね、うん、はい、だからそういう体験をしてほしいっていう願いを込めて作ったっていう、あの編集あの色になったっていうのと、単純にあのインディーズ映画祭 の、 あの対策としてやりました、ね、あの、はい、なんか目立つ方が賞取れるかなって思った3つ目出てきたよ、2つ目にプラスに1が出ました、はい、いやいやでもねあれね5分とか10分ぐらいのね、はい、PV 的なもんであの編集やったらまだあれなんですけど、あれをね1時間49分やりきったっていうのはすごいなと思いました。あれ編集どれぐらい時間かかってんの？あれはでも半年ぐらい、毎日やって半年毎日やって半年やんね絶対それぐらいかかるよね、はい、俺レイヤー何個つけてんやろこいつとか思いながら見ててんけど俺、はい、だってあのほらエキストラの人がねいないんですよ、はい、エキストラがねあのイラストなんですよ。イラストで出てくるのよ。まあ、これぐらいは言うてもええと思うんだけど、はい、でこれがね一個一個動いてんのよ、はい、ちゃんとでそれの声担当したりとかしたもんね、はい、サイメン君と二人でね。そうなんですね。だからすごいなと思う。本当に大変で、まあ作った本人が大変大変って言っても見ようとあんまり思わない。いやいやいや、まあまあまあ、でも、まあ、めちゃめちゃ死にかけました。いや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 、あれはすごいと思いますよ、うん、はい、だからあの多分ねこれあのこのチャンネルってね、はい、あの割とあのなんやろ、あの素人さんが見るというより玄人筋が見ることが多いんで、多分どんなすごい編集になってるかを見たいと思う人はいると思う。30秒前、はい、あ30秒前になりました、最後に一言、はい、そうですね、本当にあのめっちゃ頑張ったから見てくださいっていうのも素人くさいですけど、はい、とにかく映画人生をすべてかけた109分になっておりますので、うん、コスメティック DNA をどうか皆さん見てください。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。途中で俺がちゃちゃ入れたから、ね、だいぶ俺が長くなったからな、はい、ごめんね、最後まで喋られなかったかもしれないですけど、はい、ということですね、はい、まあまあそうですね、なかなか確かにあれをまあ、僕は残念ながら映画館では見てないんで、はい、まだ見てないので、パソコンの中で見てる形になってるので、はい、でもあれを映画館で見て、しかもその音もねサウンドも含めてね、はい、あのすごい来られてるんで、そこを体験できたら、まあ確かに映画館ではなかなか見れない映画だよね。はい、そうですね、はい、まあまあぜひですね、この体験をですね、まあ、まずは名古屋の方で、はい、で3月には大阪にもね、はい、また見れますんで、またそれはそれで、その時に告知していただきたいなと思うんですけども、はい、はい、じゃあいいですか、はい、もう後ろでくるくる回してもらってはる、はい、はい、では行きたいと思います、はい、このプレゼンありかなしか判定、はい、丸3つ、はい、はい、ありでした、はい、ドキドキするでしょ、まあ、結構ドキドキするでしょ、はい、なんかあれ言い切られへんかったけどとかって、ね、いろいろ考えたりとかするのね、これね判定って言われた瞬間ね、はい、そうなんですよ、あの今年ね、あの
元旦の配信の次の配信で俺がやったやつで罰を出されたんですよ、はい、でずっと俺の顔にモザイクがあってずっとボイスチェンジャーで声が変わってるっていうね、はい、状態になったんですけども、はい、今日はならなくてよかったですね、はいはいはい、で今日はあれなんですよね、19日なんですけど、はい、実は、そのシネマスコーレ、名古屋のシネマスコーレで、はい、舞台挨拶が、はい、ね、京都明日ですか、京都明日です、あるということなので、また詳しい情報は、多分ホームページに、はい、掲載、あの、はい、公式サイトに掲載されていると思いますので、はい、そちらの方でね、確認していただいて、ぜひ、名古屋の皆さん、まずは、名古屋方面、から見れますので、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。お願いします。はい、ということで今日は大久保健也監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次、あゆみ。はい、おはようございます。おはようございます。よいしょ、いいよったこいつ。座る瞬間よいしょ言っちゃった。はいはいはい、はい、お店の情報です。はい、はい、今日ですね、はい、19、20日は、はい、マテリアルのフリーマーケット開催しております。はい、入場が、はい、入場無料となっておりますので、はい、10時から18時の時間で、はい、はい、配信を見終わったあなた、はい、来てください。はい、はい、ぜひぜひ、はい、お待ちしております。はい、で21日が、チームラッシュですね。はい、明日、明後日月曜日はチームラッシュ走ります。走ります。はい、ぜひぜひ皆さん一緒に走りますので、先に俺走ってください。先に俺走って、家の近所。じゃあもう最初はさ、もうそんなさ、そうそう、長いこと走られへんやん。せずにね、せやねん、ゆっくりとね、頑張って3キロから始めてる。おー、いいじゃないですか。ちょっとずつ伸ばしていって、はい、で、はい、こっちに来てください。あの、ちょっとずつ伸ばして、あの、マテリアルまで走ってくる。あ、そうですね。はい、はい、ですね。で、26、27がまたチョイスバイに行います。今回はね、ファーストチョイス、セカンドチョイスという形で行いまして、お時間が、1時からと16時からになっております。はい、はい、内容に関しては、ファーストチョイス日本の一番長い日、セカンドチョイスがアルキメデスの対戦を楽しみたいと思います。はいはいはい、ちょっとね、戦争関係ね。はい、まん延防止でね、はい、サードがなくなってしまった分を今回こっちに回しております。はい、で、27日の日曜日が晴天の霹靂とファーストラブを楽しみたいと思っておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、お待ちしてます。そして28日がお店の方が定休日となっております。はい、お休みさせていただいておりますので、ご了承ください。定休日、定休日です。はい、もう何もしません。いや違う、定休日って意味分かってる、はい、え、定休って必ずその日はずっと休み、だから水曜日がずっとお休みとかっていうのを定休日。お休みです。あ、そういうこと。マジかよ。定休って定めたお休みの日って書くんだから。定めてない。だから、お、毎月28日休みやったんやと俺思って。違いますよ。あ、年1回の定休日な。年1回の定休日だそうです。年1回。年1回。はい、ということで、来年も、2月28日はお休みです。お休み。はい。はい。はい、2月の先。はい、お休みです。はい、ということで、はい、はい、終わり。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで高橋さん。はい、はい、おはようございます。シネマスQのコーナーでございます。シネマスQ の高橋大輝です。はい、ね、大丈夫ですかね。今日はそんな大丈夫な話もしたいんですけど、はいはいはい、監督が忘れましたね。何を。ごめんなさい。あ、監督がね、ピンクじゃないんですけど、はい、そう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 、コスメティック、はい、コスメティック DNA でございます。はい、なんか監督も喋るよりも映画の方がめっちゃ迫力あったよね。ねえ。ねえ、映画の監督と喋ったら全然ちゃうなと思います。はい、でも非常にこれなんかサントラが欲しくなる。ああ、はいはいはい、はい、的には非常に気に入っておりますけども、はいはい、強いて言うならばですね、ラストナイトイン奏法見た方はこれ見ていただいたら、なるほどなるほど、あの森かなっていう感じでね。なるほどね、なるほどね、うん、そういうあのあれをフォーガー版にしたようなイメージね、はいはいはい、なんか話は違いますけど、はいはい、なんかあの森かなっていう、はい、うん、だからそうだからね、うん、あのね、ノリが違うんやけど、うん、同じそのなんていうの、うん、リベンジものとして言うと、うん、あのもう一個あったんやの、ほら、あのプロミング、そうそうそう、プロミシング、うん、え、なんかね、あ、もう分からん、もうやめてください。だから、まあ、あのノリね、だからまあまあ映像と音楽とね、ちょっと話が、うん、こうね、不思議な世界とか、はい、でもただこれね、監督も世界出来上がってますよね。そうです、うん、はい、だからちょっと夕張印が邪魔するかなと思って。ああ、逆にね、じゃなしに、うん、普通にバーンと、うん、そうそうそう、うん、だからやっぱね、世界観をちゃんと作り上げてるってところが僕やっぱすごいなと思いましたね。ぜひとも見て
はい、我々ね、はい、こういう大阪レトロのきついイメージにするんですけど、はい、これ気に入ったの作品に入れました。ねえ、ね、よかったです、うん、はい、はい、ぜひとも大阪の方でもヒットしていただきたいなと思います。はい、はい、で今日はガラッと変わりまして、はい、なぜかっていうつながりがあります。ナイルの宝石を久々に紹介したいなと思います、はい、これはもう1985年のアメリカの映画ですね、はい、マイケル・ダグラス、キャスリン・ターナー、ダーニー・デビートが出ておりまして、はいはい、これだからキャスリン・ターナーとダーニー・デビートは同付けの戦争でも一緒に出てるんですね、うん、でこれ監督が前にご紹介した九条の監督ルイス・ディーン、あ、出た、うん、アリゲーターとかね、はい、我々あの動物も作ったらうまいんですけどね、はい、何かこれを作ったという感じですね、はい、これでも第2弾です。ロマンシングストーン、はい、基本、ロマンシングストーンシリーズの第2弾なんです、ね、はいはいはい、だから私これ気に入りまして、はい、曲が気に入ったので、はい、ビリーオーシャン見に行った、うわ来たゲットタフをキックだけにビリオーシャン見に行ったという作品でございます、はい、単にそれだけでございます。あ、そうですか、はいはい、なんかそれを思い出してから見ていただきたいなと思います、はいはい、でもただなんでナイルっていうのを持ってきたかと言いますと、はい、まあ一応新作がですね来週、はい、公開されますけども、はい、私はまだ見てないので何とも言いませんけども、はいはい、やっぱりこれですね、はいはい、アガサミステリーの代表作の映画化といえばこれ、はい、1978年です、はい、イギリスのミステリーがジョン・ギラーミンね、はい、キングコングシリーズとか作ってますね、うん、でポアロ役がピーター・ユスティノですね、はい、そして、日本のだけがエンディングでミステリーナイルかなと、うん、あれ違うとね、あの他のところは違うかって、東方とはアガサ・クリスティ三部作というものがありまして、はい、地中海殺人事件ナギさんのミステリー、はいはい、そして、司会は別だなクリスタル殺人事件というのもあって、うん、それもイメージソングがつきました。でなぜか司会殺人事件にもピーター・ユチノフが出てますけど、うんうん、ヘラルド・エアになったので、はいはいはい、歌が違うという。なるほどなるほど、うん、でもこれだからまあ今回まあ犯人変わりませんからね、まあね、でもどう新作で見せていくのかというのが、はい、そうですね、はい、見ものでございますけども、はい、今回のナイル殺人事件は原作のこの、はい、オリエント急行、はい、殺人事件の続編ですから、はいはい、ポアロはケ、あれですね、ケネス・プラナーがやってるということでございます、はいはいはい、前回は、ジョニー・ディップかなが出たのかな、はい、はい、ジョニー・ディップ、はい、今回そんなに有名な人出てないですよね、まあそうです、はいはい、でもどうやって見せてくれるのかっていうのが楽しみでございます、はい、アメリカが遅れて今回公開になって日本が、2週間遅れて公開になるというので、はいはい、犯人は変わりませんよ。犯人変わると面白いよねリメイクして犯人が変わる、いやそれは、うん、そうやな、でも確かにそうやな、犯人変わってくれたら面白いのは面白いですけど、ね、はい、まあ、そういうわけにはいかないですね、はい、でも、まあ、はい、あの、で、うん、まあ前のねからだいぶ経ってますから、ね、はい、知らない方いますんで、また新たにちょっとアガサ・クリスティにハマっていただきたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、今日も駆け抜けてまいりましたが、はい、大久保健也監督どうでした、プレゼンは。なんか、まあ、できないなりにできました。いやいや素晴らしい。いやでもね、あの、いや、しっかりとね、あれだけ自分の作品についてあの語れるっていうことは僕は素晴らしいと思いますけど。はい。いや、うん、もうなんかね、もういいな。もうなんか全て終わったって感じでね。ホッとしてホッとしてるね。はい。はい、まああの、今日もね、またこの後名古屋で舞台挨拶ということなんで、ぜひたくさんの方にね見ていただいて、大久保監督から何か、いろんな情報が聞けるのかどうなのか、演者さんもね、出演者の方もね出られますからね、はい、主役のね、藤井さんとかね、はい、来られるみたいなんで、ぜひそれまた楽しみにね行っていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ということでございます。で実はね、大久保監督来月も来るんですよ、はい、来るんですよ、来るんですよって俺が勝手に言ってるんですけど来月もそれで来る、あ、来月一度に、いやいや、まあ、そのややこしいこと言うよはい、ということで、はい、今日は大久保健也に来ていただいたんですけども、またまたいろんな、ね、作品を紹介していきますので、また来週も、楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、それでは、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。